原へ湖から電話。あの曲が鳴らされた。そりゃ大変だ。ゴッドファーザー弾いちゃった。え、リクエストしていいのは一人だけなんだ。銀座で一番偉い人。久保の会長いらっしゃいませ。その指全部切り落とされちゃうよ。でも僕も弾いちゃったんですけど。弾いていいのも一人なんだわ。うちの店のピアニストだけ。じゃあミキさん後で。誰ですかそれ。さっき出てった人ですか。あいつってあいつか。ってことはゴッドファーザー鳴らしたのも。あの曲が聴きてえだけなの。あの曲は誰の曲なんだ。俺さ、ボストンに行くんだ。ここでピアノを弾くのは今夜で最後。なんだかな、今夜の問題はどうするかな。まさかだよ。あんたらのせいで最後の最後まで命がけだ。発見と黒鍵の間に